ブルーノ・マデルナは、イタリアの現代音楽の作曲家、指揮者、ベネチアに生まれる。最初ローマのサンタチェチーリア音楽院で、ピアノ、バイオリン、指揮、作曲を学んだ後、故郷の音楽院で、ジャン・フランチェスコ・マリピエロに作曲を、ヘルマン・シェルヘンに指揮を指示。指揮は1955年に、ルチアーノ・ベリオと共に、イタリア国営放送に音響学スタジオを設置した時に、 指揮者としても活躍し、オペラや伝統的な還元楽曲を指揮し、一部は放送録音も残した。当時はまだ古楽演奏に対する認識も薄く、モダン楽器のためにバッハ以前の作曲家の編作を残していることでも知られる。教育者としての弟子はルイジノーノがいる。ダルムシュタットにて没。マデルナは1920年生まれと、 前衛世代の中ではやや年長組に属していたものの、ベルント・アロイス・チン・マーマンのように、前衛イデオムへの会議を持つことなく、それを受け入れた。現在でも、非常に珍しい、トータルセレリズム作曲コースの設営、世界初の減算合成によるテープ音楽の作曲、アナーキズムへの傾斜、そして多様式主義をイタリアで、初めて採用した作曲家でもある。このように、 作曲にどのような結果でも用いることをイタリアで初めて奨励したのはマデルナであり、やがてルチアーノベリオ、アルドクレメンティがこれに続く形でデビューしている。ピアノ競争曲で見られるグランドピアノの蓋を演奏中に乱暴に占める指示は各国のピアノ会社から評判が悪く、現在でもこの作品が演奏されることはほとんどない。 この時期に知り合ったフルート奏者のセベリーノ・ガッツェローニとオーボイ奏者のローター・ファーバーとは生涯の良き友であるとともに熱心なコラボレーションをすることとなった。そのコラボレーションは両者が共演するために書かれる晩年のグランデア・ウロディアまで続いた。外国での演奏需要が増え、一時期はジュリアード音楽院でも共勉を取った。この時期はヘルダーリンの台本によるオペラ、 ヒュペイリオンの創作に全勢力を費やした形となり、その他の作品はこのオペラの衛星のような役目を果たす、格好になる。何でもありの姿勢が退けられ、シリアスな口調を優先させることが多くなった。最晩年まで作品に不確定性を取り入れることは、死守し続けたが、結果的に作品の進化が、没後の再録音では不明となるケースも見られるようになる。 テープ作品に至っては、マスターテープの保存状態が劣悪なものも含まれており、場合によっては、マデルナの意思を組み取って、再作曲する必要があると弟子のサンドロ・ゴルリが述べている。多忙のゆえに、単一のテクストから、複数のバージョンで対応することにも追われた。その典型例が、衛星のためのセレナータである。楽器間のバランスが極度に狂う瞬間が危機所であるが、 原則的にはポリフォニックな様相を示す点がイタリア風と言える。イタリアの状況は世界の最先端から常に遅れていることを証明するため、ついにガルムシュタットへの移住を決意したのもこの時期である。前述のオペラ完成後またしてもオペラの移植が舞い込んでおり、これにもさっき売り込んで答えた彼は多忙がたたって肺がんで急性してしまう。 全楽器を投入したトゥッティが聴き物であった。彼も、クアドリビウムや、オーボエ競争曲第3番ではポツポツと響きのない、短い音が支配的になるシーンがあり、晩年に入っても、さらなる作風の展開が予想された矢先の詩であった。あらない。コンセルバトーリオ・ディムジカサンタ・チェチーリ・ア・ローマ。2021年3月4日、閲覧。ありがとうございます。